はい、さんこんにちは。頭の中ペン黒いジェイションです。よろしくお願いしますね。今からですね、全大阪オープン取材選手権大会の伝票算の問題をね、ちょっとめくるだけめくってみたいと思います。でこれは4分で、15問やらなくちゃいけなくてですね、6桁20口の問題がね、15問並んでるっていうような感じですね。まあ、とりあえず、まあ、本当にね、ただただめくるだけ、5、4、3、2、1の順番にやっていくんでね、まあ、答えとかも言わずにね、もうただただもうめくっていって、けど僕の中ではね、答えはもう出来上がってるんですけど、まあそんな感じでね、とりあえず4分で、終わるかどうかっていうのを検証していきたいというふうに思います。 Hey Siri、 タイマー4分。はい、それでは5問目から806319からね、やっていきたいと思います。あ、めくりにくい。 OK、よし、馴染んできた。354かな、下3桁が354。はい、10860。はい、次4問目。うわ、全然めくれへん。やばい、久々にやってるから。312。10513。はい、次。めくる。めくりにくい。やば。こうめくろうか。ああ、こうやったら見やすいな。オッケーオッケー。はい、354。よし。今ね、右から覗き込んで俺計算してますよ。その方がめくりやすいです。11430。カメラに映ってるかどうかわかんないですけどね。まあ、とりあえずね。まあ、本気でやるとしたらこんな感じになるのかなって。270。まあ、もっと早い人山ほどいるんでね。ただ、もっと早い人はこんな動画撮ってる暇ないと思うんで、10726。ね。まあ、僕ぐらいですよ、こんなね。ソロバン好きな人たちのためにね、動画撮るの。402。ね。あ、けどね、まあ、そんなこと言っててもね、やっぱソロバン楽しいからね、やってる時めっちゃ気持ちいいっすよ。11252。よし、10問目行きましょう。さあ、どんどん行きます。お、めっちゃ早くね、めくるの。覚醒してきた。857。さあ、まあ、フラッシュアンダー日本一なんでね、技術も結構すごいと思います。10514。あ、見えてるかな、わからんけど。まあ、大丈夫でしょう。大丈夫かな。間に合ってくれよ。めくるだけやから。986。よし、行くぜ、行くぜ。あ、手疲れてきた。やばい、ほんま、11033。間に合うかな。よっしゃ。あれ？やばい。危ねえ。命取り193。193。あ、全然余裕。うん、全然余裕っていうか、ギリギリちょうど間に合いそう。11073。よし、次。じゃあ、腰が痛くなってきましたけれども。647。647で。よいしょ。11312。よーし、最後。最後っていうか、一番上。よし、リズムいいでしょう。472。途中ちょっと詰まっちゃったけど、まあ、どっかで巻き返しを図るしかないです、こういう時は。よいしょ。11428。はい、次15。いきます。よいしょ。あ、めくりやすい。あ、やばい。ミスった。よし。490。まあ、久々にめくってるんでね。11670。これだね、めくりにくいわ。よいしょ。よいしょ。676。よいしょ。10476。いけ。俺いけ、頑張れ。251。よいしょ。あ、しんどい。手が疲れてくるんでね。11672。さあ、間に合うか、クレイジー吉本。頑張ります。まあ、14はいけると思いますけどね。まあ、15いけるかとか、180。ああ、しんどい。疲れてきた、久々にめくるから。やばい。やばいぞ。やばいぞ。ほんまにやばいぞ。11368。15秒。残り15秒。いけ。俺、頑張れ。いけ。いけいけ、俺。224。じゃあ。いけ。頑張れ、俺。いけるいける。1-0-9-4-7。ギリギリ OK ということにしてください、皆さん。喋りながら。
ゆっくり、しかも用意始めと言われてからちょっと間を置いてからやったんでね、ギリギリ間に合ったということでいいでしょう。まあ、こんな感じで、頑張ったらですね、15台しっかりできて、で伝票算に関してはですね、途中でまあ崩れたり、途中で、止まっちゃったりしない限りはですね、ほとんどの確率で正解できると思いますんで、ぜひ、頑張ってね、全大阪オープン初段選手権大会の伝票算および伝票暗算でね、満点取っていただいて、そうすればですね、全試練の、伝票算なんてね、もうへでもないと思えるようになると思うんで、ぜひ頑張ってください。というわけで、頭の中ペン言っちゃってますから、どうもありがとうございました。